はい、ゼロワンバーバーライフチャンネルをご覧の皆様、高山です。スタッフの友です。今回はね、またブラッシュからそのこちらのね、おお、限定コマードのレビュー動画と解説の方ですね、配信していこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。当チャンネルはバーバースタイルを中心にゆるくゆるく配信しているチャンネルでございますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録といいねボタンが我々の配信でやる気を引き上げてくれますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。ということで、はい、今回トム君こちら出ましたね。ブロッシュ新しいですね、うん、なんかすごいね、手書き感があっておしゃれな、ね、アーティスティックな感じですね、うん、アートな感じね。はい、はい、でこれは一体今回のはどういうやつなのかな、はい、今回のブロッシュのコラボは、うん、2024年の6月22日から23日まで開かれた、うん、アメリカカリフォルニアのボーンフリーモーターサイクルショー2024にて先行販売し、ブロッシュとファスティーワークスのコラボレーションアイテムになります。ほう、要はアメリカのそのモーターショーでお披露目になって、今回日本に上陸した。ついに約3ヶ月の2ヶ月半から3ヶ月か時を経てこちらになったということ。そうです。ほう、ファスティーワークスっていうか、はい、ファスティーワークスですね、うん、ファスティーワークスって何？ファスティーワークスっていうアート、グラフィティデザインになる、うん、あ、バイクの？そうですね。まあなんで、まあ、バイクに限らず車であったり、うん、まあ、ファスティーってどういう意味かっていうと、うん、まあ、カビ臭い。え？実際はするけど、あ、実際はしないね。でもなんかそのカビ臭いとか時代遅れっていう意味らしいんですよ、ファスティーっていう。あ、なるほどね。はい、でまあそのファスティーワークスの人、うん、ケンさんっていう人なんですけど、うんうんうん、クラシックな細かい画線を得意とし、うん、見た目のかっこよさよりもその中のストーリーを感じるものをコンセプトに作品を制作してるらしいですね。ほう、日常の中にある非日常を描くのがファスティーワークスだそうです。なるほど、はい、活かします、ね、だからこのなんかこう手書きでブロッシュっていう文字に顔でみたいな感じなのかな、これは、まあ、この人曰くなんかローブローアートがめちゃめちゃ好きらしいんですよ、ね、ローブローアート、はい、ほう、まあ、例えばあのストリート、うん、まあ、西海岸のストリートで結構流行ってるっぽいんですけど、うんうんうん、そういうところのアートをローブローアートっていうらしくて、うん、はい、まあ、例えばその気持ち悪いものだったりとか、気持ち悪いもの、そうですね、まあ、例えばゴキブリをアートにしちゃう、絵のアートにしちゃう、なるほどなるほどなるほど、そういうのをまあ一括りにしてローブローっていう言葉らしいんですよ。あ、でそれはもうあのロックとかグラフィティもそうですし、うん、タトゥーとか、うん、まあそのモーターサイクルにも共通するストリートカルチャーの軸らしいんですね。あ、だから今回はこのなんかちょっと手書き感があるよ、ね、みたいな、その曲線がそのケンさんが好きな、へえ、はい、曲線らしいですね。すごいね。 Always hungryAlways crazy って書いてますね。常に払えて常におかしいよね。直訳すると毎日ね、毎日狂ってる、毎日払ってるよ、直訳するとみたいな。あ、すごいね、はい、なんかそのケンスさん自体は、うん、ミクスチャーのカルチャーがめちゃめちゃ好きらしいので、おー、なるほどなるほど、いろいろごったにしたやつがアートだっていう、そういうことね、はい、っていうモチーフっていう感じらしいです。はい、こちら開けてみますか。はい、開封の儀。おー、青いっすね。なんか中青くてね、ブルーの透明、しかも中になんかこう缶底になんか、これはもう完全に銀缶なんじゃないっすかね。これはもう、あのファスティーワークスのケンさんのインスタグラムのアイコンらしいですね、うん、あ、そういうことね。あ、そっか、ファスティーワークスって書いてるよ中に、ね、それがこれちょっとなんかね、こう画像起こしたら見に行くかもしれないけどね、インスタグラムのトップガイになってますね。はあ、はい、なるほど。そうですね、限定とかコラボ系のやつってさ、ちゃんとなんかこう開けて中敷きにももう一個こうデザインを施すっていう感じになってて、うん、確かに、ね、表向きのデザインもそうだけど、これ開けた時の底の色だったり、このポマードの色味だったり、そうですね、すごいね、こう気になるよね。一手間あります、うん、一手間かかってるね、うん、はい、でこちらの、ホールド力に関して言えば、はい、まあ通常のねブロッシュのオリジナルホールドですね、オリジナルとほぼ一緒ですね、ということで、水溶性で日本人の髪質にも馴染んで、程よいツヤ感と程よいホールド力があってセットができるよっていう、バーバースタイルにはもうもってこいの商品になってますですね、はい、量が 115g 入って
でですね、今回は限定商品なんで、通常のオリジナルは2300円に消費税なんですけども、こちらは200円高くて2500円に消費税、2750円でお求めになります。はい、何ですかこの花。匂いですね。香りがね、フレグランス、フレグランス、なんだろう、まあいい匂いだよね。これはあれですね、うん、なんか金木犀。ああ金木犀ね、はい、フローラルの香りやシトラス、ハーブ、スパイスをアクセントに加えて、うん、フレッシュさをプラスしたフローラルシトラスの香り。フローラルシトラス、はい、分かりやすく言うとこれなんだろうな。ああなんだこれ、でもこれ何ね、分かりやすくてこれ何。いやこれは車の芳香剤チック、うん、あでもなんか甘ったるくはないです。うん、甘ったるくない、柑橘系な感じで、うん、爽快感も。確かに車の芳香剤でいうとこうシトラス系の。そうですね、多いです。うん、やっぱりそこもやっぱりあえてモーターにかけてるのかね。あーそっか、あーモーター系だからか、深読みしすぎ。いや、あってるかもしれない。いや、もうもうあのアロマ的な調香的にはどんな感じになってるんですかね。レモン、ベルガモット、ユーカリ、カルダモン、ピンクペッパー、ジンジャー、トップです、うん、はい、でミドルがオスマンサス、うん、ラベンダー、ジャスミン、花系ですね。でベースがウッディバニラです。おちょっと途中気になったけど、オスマンサスって何。オスマンサスはちょっと今調べます。今ねもうこちらにもあのね編集後で画像で出てると思うんで、オスマンサスはこれです。そうです、木星族って書いてますね。何知らねえよ。画像ねえと分かんないけど、金木星ですね。金木星です。俺も金木星って言ったらさ、もうあの高速道路しか分かんないよね。それ金木星違いですね。そっちは金木星じゃない。あ、オスマンサスは金木星です。です。はい、です。そうなんだ。です。まあ、今回ね、このね、プロッシュね。まあ、相変わらず、いかつい見た目にいい匂い。どん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 出してきてますよ、ということで。すごいっすね、うん。もうね、秋になってきて、涼しくなってきて、まだまだ暑い。ですね。でも、香りはまだね、ちょっと夏っぽいっていうかね。確かに。うん。残暑もね、夏の終わりの香りがしますよ、こちら。はい。いいっすね。金木犀から夏の終わりということで。あ、それ金木犀だからなんですかね。秋とかじゃなくてでしょっけ。おー、着目してるね。今時期だから金木犀なんだな、フレーバー。なるほどね。はい、っていう。さすが。いやいやいや、深読みの深で。いやいやいや、そんなことはないと思う。深読みの深。深読みの深。キーワード出ました。深読みの深。ということで、まず今回はこのような感じになりました。ぜひお使いになってみてください。